にちは。ぽっちゃまと私チャンネルの私の方親分です。今回はおしゃべり動画です。本日のゲストぽちゃはももさん、ももんがみたいだからももになりました。寝てる表情が可愛い子です。くったりぬいぐるみのお休みバージョンですね。タグもまだあります。2016年のクリスマスに我が家にやってきました。可愛いお顔に可愛いお名前ですが、兄貴肌の男の子です。一人称は俺。海藻兄弟たちからはももの兄貴と慕われています。ポポに面倒を見てもらってたので、ポポ兄ちゃんが大好きです。ポポ兄ちゃんに失礼なことするやつは許さねえぞってよく言ってます。で、ついでに、このももの頭に住み着いてるね、このハシビロコウにも人格があり、名前はカイトと言います。目つきは悪いですが、いいやつです。さあ、今回はこの2人を抱えながらやっていこうかと思います。以前出した音声付きの動画、自己紹介&ぼちゃ紹介がですね、思ったより見てくださった方が多くて本当にありがとうございます。すごく嬉しかったです。ついてこられましたかね。ほんでその時に、今後もおしゃべり動画やっていきます的なことを言ったんですけど、どんなおしゃべり動画がいいかなと思いまして、この間のぼちゃ紹介では紹介しきれない数のぼっちゃまがうちにはいるので、今回の動画みたいな感じで、毎回ゲストポチャさんを呼んで冒頭で紹介、お供をしてもらうというのをやろうと思っています。あとは本編のね、内容ですよね。私がなんとなく考えたの大きく3つで、1個目が、近況だったり好きなものだったりのほんわか話で、2つ目が、私にとってのこのぬいぐるみのお話で、3つ目が、生きづらさとか自分の弱さの話なんですけど、興味ありますかね。なんかもしこんなテーマのおしゃべり動画見てみたいとかあったら、ぜひお気軽にコメントをください。お願いします。普段の生活ではあんまり自分からお話をすることができなくて、なんか頭の中でぐるぐる考えてることが多いんですよね。なので YouTube 上でぽっちゃまのね、力を借りて自己表現していくってことが、私にとって大事な行動になるんじゃないかなってなんとなく思っています。そしてずうずうしいなとは思うんですけど、私のおしゃべり動画でなんかまったりリラックスしてもらえたり、同じ悩みをね持つ人に寄り添えたり、はたまたこうはならないようにしようって反面教師になったりと、なんかちょっとでもお役に立てたら嬉しいなって思っています。これ私いつも言ってますね。こんな感じでおしゃべり動画はちょっと親分要素が強めになってしまうかもしれませんが、それでもいいよって方はぜひ今後もご覧いただけるとありがたいです。ぽっちゃまが見たいんじゃって方はまあスルーで、もしくは冒頭だけぽっちゃ紹介やるんで見てみてください。というわけで、今回はなんとなく今後のおしゃべり動画のテーマを話してみる回でした。気持ちとしては月1回はお話ししていきたいなって思ってます。ではでは、またお会いしましょう。皆様どうかご自愛くださいませ。バイバーイ。